こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。今日はチャットワークの返信機能というね、えー、機能の使い方。これね、えー、積極的に私も使っていきますので、えー、会員の皆さんも質問の時にね、えー、使ってください。そうすると、お互いにわかりやすい、えー、質問のチェックがしやすいです。まず、何か返信するときにね、えー、この返信という ボタンをククリックしますそうすると、この画面には、このね、なんかわかんない呪文のようなこう数字が並びますで。それで返信して、その返信した文章にはね、この「り」っていうのがついてます。何についての返信か点いついてます。で、この「り」っていうのをクリックすると、返信をクリックした文章、また画面が表示されます。 質問が多くなったときはね、商品チェックとチェックするときには返信機能を使うと分かりやすいです。ね、この画像の、えー、商品に対する返事なんだなとかあ、この質問に対する返事なんだなってのが、このリをクリックするとね、えー、使えますんで、まあ、今後チャットワーク使っていくときね、私もこれ使いますんで、えー、このリってのを押したらクリックしていただくとどうなってるか分かります。で、同じようにね、えー、私が、えー 課題を出したまあ、商品ね、ね課題に対する返事とか、あるいはね、えー、質問に対する返信に対する、えー、その,の、えー、追加の、また確認したいこととか、質問とか、えー、あるいは報告、えー、意見等ありましたら、同じように返信を使っていただくと。まあ、この返信機能と、まあ、この後のね、えー 引用とかリンク。これを使うとやっぱね、チャットワーク、質問等のやり取りが非常にやりやすいんでね、確認もしやすいんで、ぜひこの変身機能使ってチャットワーク、質問してください。よろしくお願いします。以上、テンバアカデミー、堀秀夫でした。